中サバイバルに突入。スーパードラゴンボールヒーローズ、スーパーヒーローズロード。今回のバトラーは高木律くん。このデッキでカリスマに挑むぞ。対する勇気はスーパードラゴンボール3段収録のカードを使ったデッキで勝負だ。やってやるぜ。バトルスタート。ラウンド1、先行の勇気が追撃で先制攻撃。ラウンド2、勇気は合体モードで5点クスを吸収。ここでリチ君が連続でナイスガード。やったぜ。勇気はトリプルモードに突入。スーパートリプル成功。一方リチ君はチェンジラッシュモードに突入。やったぜ。ラウンド3、勇気はアルティメットユニットチャンス。しかし成功を奪ったのはリチ君。ここをなんとかしのぎたい。逆転してやる。そして今度は勇気が連続でナイスガード。危なかった。スパーキングモードで勝ったのはなんと勇気だ。よし。そして勇気の攻撃、ミラクル。今回の勝者はバトルナビゲーター勇気だ。リツくん惜しかったな。いい勝負だったね。バトルプリンセスすずのワンポイントバトル講座。今日のバトルのポイントはスーパードラゴンボールヒーローズ3弾収録の新衣装となった人造人間17号。このカードは究極バーストを持っていて、必殺技発動時に敵に与えるダメージをアップできるよ。さらに攻撃した敵の気力消費による戦闘力アップを永続で防ぐの。この超強力なカードを絶対手に入れてね。なんと3週連続店頭配布。いい勝負だったな。対戦希望者はアリマックスのウェブへ今すぐアクセス。宇宙を救うスーパーヒーローは君だ。